こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアヘラルドね進出したんで、それを読んでの、まあ、予想とかオーストラリアの特殊事情というか、まあ、その辺の事情を、シェアしたいと思います。アマゾンがですね、来るオーストラリアというか、まあ、オーストラリア、ちょっとアメリカや日本とは違った状況があります。というのがですね、郵便というか宅配というかがかなり、保護されていて使いにくい、値段は高い、送れないものが多いとね。で、配達もかなり、時間も指定できないし再配達となしという事情があります。例えば eBay なんかだと、買った商品をですね、ウールワースという、まあこちらだと、まあ、主要な駅がどこにでもある、まあ、大きなスーパーね、まあ食料品とか、まあ日用品も売ってる。まあそういうお店でピックアップできるという制度があります。これはウールワースが売るものだけじゃなくて、私たちも、まあ、使えると。ね、商品をウールワースに送って、買った人はそこでピックアップという仕組みがあります。それからね、オーストラリアに来て、驚いたのは、eBay で売ってる商品、発送しませんと。手渡しのみという取引が結構多いです。これはね、私もゴルフの、クラブと買ったり売ったりしますけど、まあ、これは売った時にね、郵便局だとゴルフクラブが送れないと、大きくて送れないというのがありますんで、ピックアップあるいはね、手渡しという形で、売ったこともありますし買ったこともあります。まあ、そしてあとネットショップね、どうかというと、まあ、これね、日本でいうとこの多分20年くらい前のネットショップですね。ウルワース。ね。こういう、まあ、私がお茶の子ネットで作った方が、もうちょっと気が利いてるんじゃないかというお粗末なショップで、まあ、コールズも、まあ、ウルワースと売り二つと。で、しかもね、まあ、作りが悪いだけかなと思ってクリックして、まあ、実際に買う前の段階まで行ってみると、まあ、ワインが好きな人はわかると思うんですけどね、ヴィンテージもののワインで、ワインのヴィンテージがわからないという、ありえない作りになってます。ね、ワインの場合、ヴィンテージ違えば値段全然違いますからね。要は、ワインの、ページを作ってる人は、ワインのこと全くわからないと。まあ、もっとはっきり言えば、このネットショップ作ってる人はですね、ネットショップ作ってるけど、システムとしては、一応形になって、お粗末でもね、センスがなくても形にはなってますけど、実際にあんまり買い物したことがないというね、人が作ってるんじゃないのかな。大きなネットの会社なのか、あるいはシステムで売ってるのかわかりませんけど、いずれにしても全く、使い物にならない、レベルです。だからアマゾンがね、参入してきたらもうページ的には全く立ってきないと、ね、アマゾンの独壇場になると思います。ただ、先ほど言ったようにね、もう eBay なんかの取引で、その、手渡しとか、あるいは店で受け取るというのがね、すでに習慣があるということは、まあ、無理に販売網を作っても機能しない可能性もあると。ね。販売網じゃ配達網を作っても機能しない可能性があると。まあ、それならば、まあ、どっかと組んで、店舗をね、いっぱい持ってるところと組んでやった方が、より支配が早いというのが言えます。で、このね、モーニングヘラルドの記事にも、アルディと同規模の、利益が、すぐに見込めると。ね。で、アルディというのはオーストラリアに住んでる人は、知ってますけど、まあ、あまりパッとしない、ショップ。ね、ウールワースと、コールズが2大大手。で、ウールワースが一番大きいと。で、アルディはだいぶ下。まあ、ただそもそもアルディはね、ドイツの会社で、グループそのものの規模としては、ウールワースよりも、コールズよりも、はるかに大きい。アマゾンよりも大きなグループです。だからね、もう、アルディを持ってる、ドイツの親会社が、オーストラリアのアルディはもういいよと。まあ、もういいよというかですね。あるいは、まあ、どうせこのまま負けっぱなしならアマゾンと組むかというのもね、大いにあり得る選択なのかなと思います。そして、もっとあり得そうなのがね、コールズ。これ、コールズの親会社はね、ウェスファーマーズというね、もともとその羊の毛の取引なんかをしてた協同組合、日本でいう農協みたいな会社がやってますんでね、きっと政府とのパイプも太いと。で、そしてこれ、2007年にコールズを買ってる。で、コールズの、
グループはね、ディスカウントストア、コンビニストア、お酒の販売店、あとデパートのターゲット、ディスカウントストア、Kマート、事務用品、オフィスワークス。これね、どっちみち Amazon と提携しなくても、今の段階でね、ウールワースに、太刀打ちできてませんし、まあ要はお金があるけど農協がね、日本で考えると、農協が経営してると考えるとね、小売の本業に、太刀打ちできないだろうなと。ね、イオンやイトーヨーカドーに、農協がどっか大きな小売店を買ったところで勝てるかというと厳しいと思いますけど、まあきっとそういう状態で運営されてるんだろうなという感じですね。ですからまあ、黙って、衰退していくよりはね、アマゾンと組んじゃうというのも一つの手。アマゾンとしてみてもね、まあ、組めれば組む。まあ、組めなくてもね、自分が本格進出どこかよそと組んでやれば、その時コールズは打撃を受けるわけですから、まあ、安くなったら買うという選択肢もあるというところでね、何が何でも組もうとは思ってないでしょうけど、まあ、そういう選択考えるとね、かなりこのコールズと組むという可能性は高いんじゃないのかなと思います。で、コールズと組んでね、アマゾンの販売が始まると今までアメリカと日本でやってきたのとはちょっとね、感じが違うスタートになるかなという気がします。そうなった場合ね、なかなかオーストラリアの外からだとね、状況わからないでしょうから、まあ、オーストラリアの中で、どういうふうに商品入れて、まあ、どういうふうに利益を取るか、まあ、いずれにしてもね、そのネットがあまり進んでない、通販があまり進んでないオーストラリア、それでもアメリカのアマゾンとかね、eBay なんかを利用して買い物する人は多いわけですから、まあ実際にアマゾンが本格参入すれば、まあしばらくの間はね、かなり美味しい市場になると思います。まあ、その辺を期待してね、また続報分かったらお知らせしますけど、まあ今回の記事ではね、どっかと組むだろうという予想が書いてありますけど、確かに私もオーストラリアの考えたら、まあどっかで進出するのはスムーズなのかなと。まあ、そうかといってもね、組む相手がいなくてもできるんだよというのをね、アマゾンが見せないと逆に保証で条件を出せないでしょうから、自前でももう始めるという、形で両立てでやってるんだろうなと。だから詳細についてのアナウンスが一切されないという形で、スタート時期だけ来年と決まって、進めてるんだろうなというのが、アマゾンオーストラリアの、進出計画についてです。まあ、事情としてはね、日本とかアメリカみたく、宅配とか郵便局の配送がね、コスト的にも競争的にもあまり、当てにできないと。だからまあどっかと組んだ方がスムーズ、あるいはね、拠点を作って、実際に手渡しできる。だから一気にね、Amazon のリアル店舗、Amazon ストアみたいのをね、作ってからスタートするというのもね、大いにある。日本のようにFBA でなんとか配送を自前である程度用意して始める、あるいはどこかと組む、またはね、組まずにピックアップできるストアを作ってやるとね、3つの可能性でその組み合わせ、あるいはね、どの形でももうスタートできるようにというのでね、Amazon オーストラリア進めてる感じですんで、なかなかね、今までにない面白い展開だなと思います。また続報分かったらお知らせさせていただきます。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。